演武開演。どうも、本日は こちらのタカのようにダイエットゼリーの中からこちら、リンゴを食べたいと思います。今日は下のスムージーフードリンクにして蒸し上がる方法をやってみたいと思います。ではまずはここを開けて、本日はこちらに注いでいきます。そろそろいいかな。では飲んでみます。これはまあこれはこれでいいかな。昨日のゼリーと比べるとプルプル食感がなく、よりドリンク液体が近い状態になっていて、飲みやすさには上です。ただ噛めないので満足感が少しないような気もしますね。リンゴの風味はしっかりあって美味しかったですよ。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。